昨日若いうちシリーズ撮ったで。違う場所で撮った。いつもここやったから。1本目多分普通に撮ったね。で途中でいいことあってん。で途中でいいことあったから、そのいいことあった瞬間まで、瞬間はつないか、直後の映像から残ってる。から急にニコニコしだしたら、あ、ここでいいことあったんやなって。まあ、ルームスでは、ノーマル、ノーマルじゃないわ。なんか、編集前がなるから。知らん。時が来たら。昨日撮った動画で霧が良くなったらですかね。でも前から作ってたやつが1本と、今回2本撮ったから、で、その前撮ってたやつをそろそろ投稿しようと思ってるから、もうちょっと後になるんちゃう。だって連続して同じようなやつは投稿しへんから。もうちょっと開けてから。前回投稿したのが10月の最初の方やったから、次11月、ちょうど1ヶ月くらい空いてるからぴったりちゃう。もう1ヶ月ごとくらいにしたいけどな、今の気持ちは。けどぴったり開けれるか分からんから。誰と間違ってるやろ、さきちゃん。再生回数は伸びるな。でも6万と7万いってるもん。何がおもろいんだ、分かる。伸ばしてるからね。でも本家すごいよな。あれ全部覚えてんで。だってノーカットの日あるやん。すごいよな。もうだってさ、文章考えた直後やったら頭に入ってるけどさ、もうなんかだいぶ前のやつ拾ってきたからさ、もう何書いたか覚えてないけど。学校に着ていく上着がわからないんですよね。何を着ていけばいいのか。髪型シリーズ冬バージョン、どういうこと？髪型シリーズが分からへん。それは若いうちシリーズで初回にやった髪型のあれの話か、普通に髪型のアレンジを教えてほしいってことか。髪型シリーズっていうのがないんですよね。そう。普通に忙しいから編集してる時間ないんですけど。
してるの全然気づかんかったっけ。アレンジの方、容量食うねんなあれ。まあいいよ。てか今回撮った気がする、昨日。でも編集絶対ゆっくりやから。なんかなんで毎回ブロックされに来るんやろな。え、普通にうざくない？どうするべきなの？されない見事が多いのに、このアホ屋さんってどうしよう。しょうもない。帽子かぶらんねんな、私あんま好きじゃない。髪の毛崩れるよ。帽子かぶる人って大体ノーセットノーメイクやから隠してるあれじゃないの。それおしゃれでかぶってる人もおるけど、だって室内行ったら脱ぐやん大体。上着と同じあれじゃないの。本来は脱ぐべきやろ。脱ぐっていうか取る。衣装？衣装は別におろしくらいしかない。もうここら辺でしかアレンジできん。それは縛りがあるだけで別に可愛いのを探してるわけじゃない。帽子かぶらなあかんからポニーとかはできひんけど、なんか下目でできるアレンジないかなって探してる。いつもポニーは無理。ハーフツインとかはいけると思うけど、耳かけとかしてたらなんか引っかかるから微妙。まとめ髪はパンパンになるね。特に髪の毛長いから。どうかな。ブロックの機能戻してほしいわ。毎回やんの嫌なんやけど、なんでわざわざ毎回やらなあかんねやろ。こんなしょうもない人たちのためにめっちゃだるない？なんでそんなことするの？なんでそっちに変えたんやろ。普通に配信側がのストレスでしかなくない？なんで増やしたんそれ。なんか別に毎回来られるのはいいねんけどさ、なんで毎回来れるシステムにしたんやろと思って。だってそのシステムがあったら来ようとするやん、ブロックした人も。逆にブロックせんとく。明日忙しいか。明日忙しいからあかん。朝配信やったら来るか分からん。一回ブロックせんと置いとく？なんか構ってくれへんくなったわってなっちゃう。見えなくしておくだけ。ミュートとかあんのか。ミュートってどこにある？ミュートってどこにある？
通報ってこと？分からん、どれ？ブロックのとこがミュートになってるだけやろ。それ配信者側でないわ、多分。通報と私はブロックやねん。で、私はいつもブロックしてんのに運営がブロックしてくれへんからこうなってる。もう逆にこれはこっち側の問題だと思うわ。みんなが来る来へんじゃなくて、ブロックしても戻ってくれるシステムにした方が悪い。そうじゃない。だって戻ってこれるわと思ったら毎回来るに決まってるやん。それもうブロックの意味なくない？別にブロックしたからって配信見に来られへんとかじゃなくていいねん。配信見に来れるけど、その人のコメントだけが私に表示されへんようになればいいのに、なんか一回ブロックしてもう一回次の日来れますわ。ほんまに意味わからなくない？インスタくらいの強化してほしい。なんかもうブロックかアカウント非表示みたいなのあるやん。なんかあんまり分かってないけど、アカウント、その人のアカウントやったらもうなんか裏垢とか作ってもその人も入られへんみたいな、そんくらいにしてくれたらめっちゃありがたいんやけど。え、もうそれ一番良くない？もう入られへんじゃなくていい。別にコメントが見えへんくなればいいねん。そこの強化いいなんねん。別に入られへんくなるまでの強化いいなんねん。入ってもコメントできるくらいでいいけど、2回目来れるようにせんでいいのに、なんで2回目をやらなかな。訴えるのだってお金かかるやん。そんなやつにお金かけるのもったいなくない？そうやね。どこ何でアカウント作っても、もう端末とメールアドレスとかが変えない限り見れないから、それにしてくれた方がもうありがたいねんけど、それくらいの強化してほしい。もうせめて、はい、そのアカウントだけでも入られへんようにしてほしい。もう裏アカくんのはしゃあないけど。なんで今までより甘くしたの？チェックは別にどっちでもいいけどな。まあ、できたらやってほしいけどってくらい。まあインスタは年齢やから許容。それより X 返してよって感じ。インスタはだってさ、高校生からって言われてるから、まあ最初から言われてたって言ったらそうじゃないかもしれんけど、まあ、まあとりあえず聞いたら言ってたから、まあそれはしゃあないや。年齢でって言われる分にはいいけども、 X はほんまに返してって感じ。あー、なんかショールームでブロックしたのに次の日には来れるシステムをどうにかしてって話。だってあれがあるから来るんじゃないの？追い込みたいんかな、逆に配信者を減らしたいってこと、人数。利益減るけど。何が目的なのな。だってこれでさ、毎回もう来るからめんどくさいわ、毎日配信やめようってなったら向こう側もさ利益なくなるやん。その分なんでやるんやろそれ。それやったら配信者側がもうちょっとさ続けれるような仕組みにしたいのにさ。無理じゃない。間違えてしまった場合、それやったら解除できるとこを見つけたらいいんじゃん。だからほんまにインスタと同じでいいんじゃん。だってブロックした側が解除したらどうなるのか分からんけど、なんか検索とかには出てくんじゃん。あんま分からんけど。こんなやつが何回言ったってどうにもならん。
もうほんまに声ガラガラなんやけど。なんでなんて言ってももうどうせ聞いてないの。だってそんな話通る人なんやったらさ、もう通ってるやろ。特にそれが無理やから治ってないんじゃない。まあそれはな、暖房つけたらそうやけど。じゃあね、私は冬やからとかじゃなくて、ずっと前からこれやねん。なんかのライブのリハ期間くらいからこれなんてね、もう何か覚えてないくらい前なんやけど。ガス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 っていうか、なんか出えへんくなるんだ。もうこの配信も何回もやってるけど。まあこの配信の500日くらいで気づいたことは、みんなに質問しても大体あれですね、何も返ってこないっていうこと。喉詰まる、あ、そうそうそう、詰まるっていうか閉められてるみたいな。目は今日は微妙、昨日が全然見えんかった。今日はまあまあまあ普通って感じ。いつも通り。まあいいや。結構普通にマイク持てんのかな、これ。タブレットとか持たれへんね、今学校の。まあ出るってなってマイク投げても知らんでって感じ。無理って言ってるけど、まあ何でもいいよ、どうせ話分からないから。終わろうかな、さよなら。うん、黙っててもって何の話ということ。知らん、学校行くんかな。学校は行きたいけどな、受験生やし。国語ないよ。月曜日はないと思う。月曜日に国語があったら体育もないから、あの1週間全部が月曜日ならいいのにとかずっと言うはずやから、多分国語ない、で体育もない。火曜日があんねん。でも体育もあった気がする。金曜日が一番良かったねんな。で6時間目映画体育やから、ワンチャン早退とかでおらんし。で月曜日、月曜日ちゃうわ、1時間目に国語やから。金曜日1やったら絶対で、絶対っていうか大体いけるね。1の半分とかでもいいし、70分とかでもいいけど。ってなったら6時間目おらんくて1時間目おるんやったら一番ちょうどいい。体育ないし1時間目やし、髪の毛も崩れてないから。体育に関しては別に体育が嫌いなわけじゃなくて、体育のせいで髪の毛が崩れるのが嫌やねん。だから6時間目やったら別に関係ない。さよなら。さよなら。もう切るで、誰も気づいてないけど。さよなら。もう